東京でもこんなに派手な店は見たことないよ。そりゃもうここが何はナンバーワンの店ですさかい。蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんて、タコなしのたこ焼きみたいなもんですわ。いや先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから、今日はたっぷり楽しんでもらわんと。ささ行きましょう。でもさ、本当に大丈夫なの？こっちってこれもん多いって話じゃない。そないなことありまへんって。もう先生何遍言うたら信じてくれはるんですか。でも蒼天堀って言ったらあの近江連合のお膝元でしょ。町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろ。まあましてやこの手の店なんてもう、あそこの席、あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。大丈夫ですって。ほんまに物騒な店も確かにありますけど、この店に限っては絶対安心、折り紙付きです。あれは確かにヤーさんやけど、この店じゃおとなしゅうしてますよ。妙にこの店の肩を持つね。まあまあ細かい話は抜きにして、ささまずは座って一杯やりましょうね。えほらさあ。でもね、こんばんは。失礼します。失礼します。こんばんは。どうです、女の子も粒揃いですやろ。このお方はな、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら君らも顔売っとき。やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄ある思うた。東京から来はったんですか。かっこええですね。こっちにはよう来はるんですか。いや今回はたまたま出張でね。ここもこの人に無理やりね。そうせやから君らがたっぷりサービスしてくれんと、あたしの面目丸つぶれ。頼むで。なんや責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます。どれ。おお、シャンパンで10万か。やっぱり結構するもんだね。そしたらまずシャンパンいっときましょうか。おいおい大丈夫か。10万だぞ。大丈夫大丈夫、先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。シャンパンね。
ありがとうございます。でも一本でええんですか？え？せやね、東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます？大阪の人間がケチや思われますよ。ちょっと君ら。なるほど、確かにその通りや。よっしゃ、ここは潔く一人一本いっとこか。ほな四本やね。お前らの分もかい。ねえわええわ、四本いっとれ。さすが男前、お願いします。うわすごい。うまいな、もう一杯や。社長さんすごい。にぎやかでいい店じゃないか。でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。ああ、この店が有名になったんはつい最近なんですよ。そうなのか。ええ、少し前に支配人が変わってそこから急に。ふーん、支配人くらいでそんなに変わるもんかね。それが引き抜きから何からちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで、箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。ほう、随分なやり手みたいだね。そう、うちの支配人夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかい。そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。ちょっともう、ええ加減にして。こっちは金払っとんねえぞ。ちょっと触るくらいいいやろね。お前もまんざらやないんやろ。なわけあるか。もう、ほら、すっごい。ほら、ここや、ここ。お客様、当店はお触り禁止です。どうか、その辺で。かわいやっちゃな。お客は、大概にせんと。大概にせんかったら何やってんのこれ。こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね、このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。に逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だからなんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ、彼が。彼って、あの男か？ありゃただのケツ持ちだろう。お客様。ん？本日はお越しいただき、ありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか？よく間違われます。ですが、違います。え？せやったら何やねん、悪い。申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと？え、あれが例のこの店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが、当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。ほう、
そら、ええ心がけやないか。お前さんのその心構え、気に入ったわ。こいつはおごりや。たーんともいい。どうや、神様からのお恵みは。ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。この野郎、やどけおや。てっ、うっ、うっ。お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。したら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ、一丁景気いいのやれや。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。何しろ、お客様は神様ですか。まだそんなこと抜かすかい。やめおって。さあ、ショータイムや。お前は。危険ですので、こちらはお預かりいたします。ございます、支配人。さて、この野郎、警察に突き出してやる。さばけろ、ねえ君。お静かに。こちらのお客様は、ご覧の通り店内での違反行為を繰り返し、皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならば、このまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですが、どうかそれはご容赦願えませんでしょうか。え、なんだそんな。こちらのお客様、このまま警察へ突き出されれば、これまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。
一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうか。そこでお客様に一つお願いがございます。俺に？はい、夜の世界の流儀として酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。今日この場のお代すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。蒼天製薬営業本部長様ともなれば年間接待費は億を下らないはず。あ、それ俺の。いつの間に。お客様を犯罪者にしたくない。ですが他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんならこの場のお代全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様いかがでしょうか。ありがとうございます。皆様の寛大なお心遣いありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。では引き続きどうぞお楽しみください。あれがここの支配人。はい。なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。彼を見るとみんなそう言います。キャバレーグランドの支配人真島五郎、蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。支配人、先ほどはありがとうございました。いつもすみません。フロアはどうや？落ち着いたか？はい、あらかた元の通りに。ただで飲めると分かって注文がひっきりなしですよ。そうか。あいつら怪我は？いえ、突き飛ばされた斧のやつもこれといって。マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。父揉まれて何もなしじゃ
モチベーションガタ打ちや。はい、それは先んじて伝えておきました。ならええわ。あの暴れてたドアホ一応見張っときや。名刺は押さえちゃるが、とんずらこかんとも限らんからな。そちらの方もすでに手配しています。よっしゃ。おおむね問題はないのですが。なんやねん。先月入ったかなえちゃんなんですけど、ちょっと他の子、特に桜子ちゃんとうまくいってないみたいで。またその手の話かいな。女っちゅうのはほんまめんどくさいの。私からも話はしてみたんですが、なかなか。わかったわかった、俺からも話しとく。すみません、お手数ですがお願いします。失礼します。